バカーン、アンです。モカです。イエーイ。バズの優等生のモカさん。その紹介やめてほしい。そのキャラでいかないでしょ。よろしくお願いします。意外と直接会ってみるとハスキーですね、声が。あ、ハスキーです。え、でもハスキーですね。ハスキーです。ハスキー。ハスキー。でも動画で見てて、想像してた声より低めだなって思ってました。うん、同じです。本当ですか？はい。今日は、はい、皆さんからインスタで募集させていただいた初対面の子と仲良くなる方法を、はい、モカちゃんと一緒にやって、その方法がどのぐらいいいかっていうのを格付けしていきたいと思います。はい、結構人見知りですか？めちゃめちゃ人見知りです。なるほど。私全く人見知りじゃないんですよ。すごい。ただね、まだ会って5分ぐらいしか経ってないから、すごい。本当に仲良くなりたいです。なりたいです。めっちゃ緊張して。では行きます。レッツゴー。せーの、話しかけに行く。何読んでるの？あ、世界記録。ギネス世界記録。好きなの？ギネス。ギネスめっちゃ好き。え、そうなんだ。え、どれが一番面白かったの？これ。あー、確かにね。殿堂入りしてるもんね。そう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 、やっぱりね、最も背の低い女性。すごいね。仲良くなれどうよ。仲良くなる全然度合い。せーの、次への期待を込めて2。せーの、名前なんですか？え、そういえば名前なんですか？あ、モカって言います。モカちゃん、アンです。アンちゃん、よろしくお願いします。名前を聞くのは大事ということで。確かにそうですね。3ぐらい。3？ いっちゃう？もういっちゃう？2ぐらい。2ぐらい。せーの、2。せーの、質問攻め。え、好きな食べ物何ですか？好きな食べ物はいちごです。あ、いちご美味しいですね。身長は？身長166です。166。何センチですか？158です。好きな色何ですか？好きな色は水色です。あ、水色好きなんだ。好きな場所。場所？今行きたい場所。今行きたい場所はディズニー。行きたい。行きたいですか？行きたい。え、絶叫得意ですか？絶叫得意です。ホラー得意ですか？ホラーは得意じゃないです。お化け屋敷とか行くタイプですか？お化け屋敷行かないタイプ。あ、行かないタイプです。行ったことないんですよ。そうなんですか。じゃあ次回はお化け屋敷で。はい。今入ってみましたよ。これは星いくつだろう。でもやっぱ会話が途切れないのは大事だなって今思いました。じゃあ3です。共通の話題を見つけて話す。無言になったら撮りました、写真撮る。これなんだ。モカちゃん、何が好きなんですか？何が好き？洋服とか。あ、洋服私も好きです。どこのブランドが好きですか？これかぶらなかったら。じゃあせーので。ブランドって難しいな。難しい。一番最近買った服のブランド。一番最近買った服。オッケーオッケー。せーの、ウィロー。違った。あ、写真撮ろう、写真撮ろう、写真撮ろう。え、インスタのエフェクト何が好き？なんか米粒いっぱいついてる。米粒パックのやつ。米粒、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 米粒。イエーイ。これはどうですか？これは、まあ、大きい一つとして写真撮るのはいいな。確かに確かに。共通の話題が見つからなかった時が来ます。来ますね。せーの、 2.5。 点5許されるんだね。せーの、読み捨てする。え、てかさ、なんて呼んだらいい？え、アンって呼んで。じゃあアンって呼ぶ。じゃあモカって呼んだ。モカって呼ぶ。アン、モカ。付き合いたての。写真撮ります。あ、写真で。これはじゃあもう続行で呼び捨ては。そうですね。ありがとうございます。呼び捨ては今後にとって大事ということで、期待を込めて。期待を込めて3。せーの、オーバーリアクションで話す。そういえばね、はぁ、はぁ。この間の土日、私初めてスノボしたの。へぇー、
スノボやったことない。やったことない。やったことない。結構ね、難しかったよ。でもできた。完璧だった。完璧だったんだ。どういう感じ？こういう感じ。こういう感じ。スノボってあれだよね、あの下がるやつ。そう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 、一枚飛ぶやつじゃないよね。はい、それジャンプしちゃうやつ。楽しかった？楽しかったよ。いいな、やってみたい。テンションが置いてけぼりになっちゃう可能性もあるから、こっち側がね、せーの、 1.5 せーの、席を通り過ぎるときにガン見する。え、これやばくない？やばい、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 これさ、これ仲悪くなっちゃう。これ仲悪くなっちゃうよね。これ何あの子みたいになっちゃう。後で裏で言われるやつ。言われる、言われる。怖い、よくない。ダメ、ダメだから。マイナス、あ、マイナス5ぐらい。マイナス5。マイナスもあるんだね。せーの、趣味とか好きなアーティストを聞く。そういえばさ、モカって趣味あるの？趣味か。最近ね、テトリスにハマってる。テトリス？え、本当に？そう、本当に。なんで？大画面でテトリスやるのにハマってて、レベルがね、いっぱいあるの、相手の。で、頑張って1位取れるように。1位があるの？そう、1位があるの。99人で戦うの。99人で戦うの？何そのテトリス。え、教えて、今度。え、今度一緒にやろう。やろう。好きなアーティストいる？サウシードッグさん。最近聞き始めた。え、ガチ？まだ全然聞いてなくて、うん、だからシンデレラボーイといつかしか聞いてない。あー、でもいい曲。あとなんか昨日好きなのあったんだけど曲名わかんなくて、逆に教えてほしい。君がいないっていう曲聞きます。これはすごいいい、めっちゃいい。一緒にやろうとかになる、なる、なる。せーの、ゴー。おめでとうございます。ありがとうございます。満点です。せーの、急に踊り出す。そういえばさ、モカちゃんはさ、なんかさ、モカちゃんさ、ねえ、モカさ、振り付けしてたよね。え、知ってた。あなたのインスタまで飛んで、フォロー中の欄を眺めると、あなたがフォローしてる、あのインフルエンサーみたいな顔になりたいの。練習しよう、練習しよう。一緒に撮りたい。後で一緒に撮ろう。どう？これはどうなの？急に踊り出すってさ、ちょっと難しいよね。難しい。せーの、1。いいねしてね。はい、以上です。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。え、なんで終わった後が一番さ、距離あるの？さっきよりは距離近くなりましたよね。そうですね。で、私はあのアンがこれから先も呼び捨てと、タメ口をちゃんと使ってくれることを願っております。頑張ります。一個上なんですよ。あ、だよね。うん、そう、一個上だね。こんなんてあんま変わらんと。優しいね。全然もっか優しいね。そんなこと泣かないで。一番良かったのは趣味と好きなアーティストを聞く、うん、はい、やっぱりやってみたいとか聞いてみたいとかにつながるのがいいよね。そうだね、確かに。で、それ次の日とかさ、感想を言い合えたりするから、確かに翌日につながる。はい、ぜひ皆さんもやってみてください。モカルームさんの方でも動画が出てるので、はい、ぜひそっちも見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。